ジャンサク TV をご覧の皆様、こんにちは。実況の吉本拓也です。本日は日本プロ麻雀連盟関西本部主催2019年、関西プロアマエキストラゲームをお送りいたします。2019関西プロアマエキストラゲームとは、昨年度の関西プロアマリーグの優勝者と、アマ参加者の成績優秀者、また、昨年度活躍したプロによる試合になります。本日各卓で優勝されたアマ2名、プロ1名には、7月に開催されます、全国からプロアマが集います。新しいタイトル戦、小島武雄杯帝王戦に関西本部の代表としてシードされます。本日はアマの決勝2試合と、プロの予選と決勝の合計の4試合を行わさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ではまず早速、第1試合、プロの予選の卓からスタートさせていただきます。はい、それでは上村義久プロ、こちらへお越しください。はい、よろしくお願いします。それでは自己紹介の方、上村の方にお願いいたします。はい、日本プロ麻雀連盟関西本部所属、上村義久です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。公式ルールの方の、プロアマリーグの方で上位2位、プロ2位ですね。そちらの方で本日予選からの出場となりますけども、はい、意気込みの方どうぞ、カミラの方にお願いいたします。そうですね。ペーチャ弾きたかったんですけど、弾けなかったんで。あ、シーチャでしたかね。はいはい。ちょっとね、まあ、すぐ流されないように頑張って。はい。まあ、短期決戦ですからね。まあ、頑張って。はい。打っていきたいと思います。まあ、あれ、はい、プロアマリーグはもういつも参加させていただいて、運営の方もお手伝いいただいて、本当にありがたいんですけれども、ぜひ買っていただいて、はい、東京の方に行っていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、それでは頑張ってください。お願いします。はい、ありがとうございました。続きまして、北村雄二プロ、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。で、カメラの方に自己紹介の方、お願いいたします。はいはい、日本プロ麻雀連盟関西本部所属の北村雄二と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前日のね、覇王の決勝が初めての、ね、配信対局ということでね、引き続き本日も出場ですけれどもね、はい、意気込みの方言っていただけますでしょうか。そうですね、昨日がまあ散々な結果だったんで、まあそう、まあ結果はそうですよね。まあ、仕事ではあるんですけど、はいはい、でまあ今日はそうですね、まあ上村さん同様、ペーチャ引きたかったんですけど、ね、残念ながら、はい、シャーチャということで、はい、まあでも今回はまあ昨日のルールとまあ異なって、まあ一発裏ドラ、ありということで、まあ、ちょっと自分の若干まあ得意な方かなって思いますので、はい、まあ、昨日みたいなちょっと消極的な、まあ、打ち方せずに、まあ積極的に一発勝負なんで、はい、いろいろ攻めるとこは攻めていきたいと思います。はい、まあ、プロアマリーグ両方、まあ、夏も冬も両方、ね、優秀成績者ということで、ね、今回選抜ということで期待してますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして、佐々木誠プロ、お願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、カメラの方に自己紹介の方お願いいたします。日本プロ麻雀連盟所属、佐々木誠です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、去年はもう十段戦準優勝っていうのが本当に我々本当全員が感動いたしましたんですけれども、今回それが、まあ、きっかけで出場ということになりますね。はい。関西本部の選抜ということで、はい、選ばれてますけど。はい。十段戦と違うんですけど、ね、はい。裏ドラなかなか乗らないんですけど、まあ、そのハンデを覆してですね、はい。頑張っていきたいと思います。はい。ファンの方も皆さんね、多いと思いますんで、素晴らしい麻雀を期待しておりますので、はい、はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、最後になります。稲岡美香プロです。はい。はい、よろしくお願いします。じゃあ、自己紹介の方お願いいたします。はい。日本プロ麻雀連盟関西本部所属、稲岡美香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもさっき対局室の方で、ね、今日打てることにすごい喜びを感じているということで。そうなんです。まあ、なかった命拾ったな、みたいなとかあるんですけど、昨日ありましたね、覇王トーナメントの決勝の優勝がね、横浜本部長だったことがありまして、はい、繰り上がりで、本日参加者ですね、はい、として、選手として参加させていただくことになりました。はい。まあ、ここまで来て、もしかもペーチャということで、さっきいろんな話題になってますけどね。そうです。なんか、やっぱり、いきますね。待ってますね。ぜひ買っていただいて、決勝の方に進んでいただきたいと思います。一回勝負なんで頑張ります。はい、ではよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。この4名によって、プロ予選の方を行わさせていただきます。対局者の方は対局室に移動の方をお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは解説の方、放送席にお越しくださいませ。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。あ、で、自己紹介の方、まず、で、いつも来ていただいてありがとうございます。今回もよろしくお願いします。自己紹介の方お願いいたします。はい、日本プロマージャン連盟所属、山田博之です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ま、よろしくお願いします。はい、じゃあ、米川プロお願いいたします。日本プロマージャン連盟関西本部所属、米川です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。着席の方に出しましょうか。すいません。失礼いたします。すいません。さあ、で、昨日はもうすごいね、アハオトーナメント、すごい熾烈な戦いで終局したんですけれども、今日は、エキストラマッチということで、一発裏取りありの、ダブル RC ルールで行われるということで、はい、見どころの方どうなりそうですかね、山田プロ。ご存知のプロ、やっぱ佐々木プロとかはやっぱり柔軟戦で。そうですね、柔軟戦で見てましたね。はい、まあ、ただ、まあ、ルールが違うんでね。はい。しかも、半チャン一回勝負ですからね。そうですね、はい。まあ一気に決まってしまうこともあるし。そうですね。まあ、稲岡、はい、もご存知ですかね。まあ、ジョルウォーカー、エイリーガーとではよく見てます。まあ、ただ、うん、やっぱこう、それも公式ルールなんで。あ、そうですね。なかなか一発裏取り、はい、まあ、お互い連盟に同士で見ることは少ないです、ね。はい。はい。はい、楽しみですね。米川プロ、見どころどうなりそうですか、まあ、全員攻め気が強いプロが多いので。おぉ、なるほど、なるほど。今回の、ルールに向いてると思います。楽しみな勝負が見れると思います。はい、ありがとうございます。対局室の方は準備ができているようです。はい、それではエキストラゲーム、プロ予選、東杯の開始お願いします。チーチャー上村ですね。なんちゃが佐々木。シャーチャが北村。ペーチャが稲岡の並びでスタートとなります。トーン1曲、ドラは3ピンになります。さあ、始まりましたね。まあ、これも今回初の試みで、うん、はい、配信なんですけれども、勝った方は、新しいタイトルの、小島武雄杯、帝王戦の方に出場が確定となります。現在は、なんちゃの佐々木の手配です。トンガと一緒になりました。ちょっと重そうですね。で、これは北村。前回初めての配信対決。まあ、まあまあ良さそうですかね。E1 から来ていく。うん、そうですね。うん、稲岡いいですね。ドラが統一。これは、稲岡いいですね、今。そうですね。うん。まあ、ただ、現状はね、2233のピンズがね、そうですね。ちょっと重いんで。はい、うん。ピンスピン引くなり、他にリアミができて、リアミの統一としてできるといいですね。はい。はい、現在、親番亀はシャーが暗黒ですね。で、佐々木、この手牌から悪牌のチューンが重なりました。これも佐々木どうですかね、泣いていきますかね、チューンとトン、この形。どうですか。まあ、本一もあるっちゃ本一もあるん。まあ、一応まだ一品は、まあ、ちゃんと3色で残してる。ああ、なるほど。まあ、どっちなのか分かりませんが。え、佐々木、一面ず完成しました。ここに稲岡手がいいなぁ。さあどうする？勘違いは抜けができたが。を切っていきますね。現在、イーシャンテンです。上村もまあ、イーシャンテンですよね。イーシャンテンじゃないのか。レアシャンテンですか。うん、まあ。一発裏ドラありということで、まあ、リーチを打っていきたいですよね。そうですね。ある程度、両面の形、合計作って、はい、リーチを打っていきたいですね。どうだ？テンパ入るか？あ、来た！これは気持ちのいい入り目だ！稲岡美香先制リーチです。スッチーそうです。ドラさんのリーチ。さあ、上村もいいとこ持ってきましたね。これ勝負していきたいですよね。9ピンを切っていく。うん、2ピンよりは安全ってことですか？本当に1ピン打ちたいですけど。まあ、さあ、さっきはその9ピンを合わせていきます。さあ、北村も、苦しいですね。ゲーム数急速を切っていきました。スッチーソーどうでしょうかね。スーソー1枚ですかね。で、チーソーが。今入ってきました。あ、ここに1枚来ましたか。でも、チーソー2枚いるんですかね。そうですね。合計3枚。ここを積もれると、
決し、まあ、まだ、トーン一曲ですけれども、有利です。入り目がすごかったですよね。ドラが。そうですね。苦しいって言ってたところがね。さあ、上村も追いつけるか？佐々木、旬の統一落としで対応します。どうだいなおか。パーピン。さあ、上村が追っかけるとこもちょっと見てみたいですよね。ドラがない形ですけども。さあ、佐々木どうするか。また飛んでもらえますか。北村ちょっと苦しそうですね。G1 を取っていく。現物です。ちょ苦しいですね。なんか、端牌ですもんね。いいピンとリャンソが。くっついても。物件になる可能性が高いか。ドラが3ピンですよ。ドラが3ピンですね。まあ、ペン、ね、ペン3ピンになると、厳しいですね。稲岡関するでしょうから。まあ、そうですね。3ピンできたら。はい。さすが、ああ、いいとこ持ってきたけども、ここは G1 を切っていく。いいシャンテンですね。ただ、チーソーが浮いちゃいましたね。ああ、なるほど。入ったんでね。テンパー入ったらどうなるのかな。出たら満足としていくかもしれないですね。なるほど。対応の受けでもあります。まだスッチーソーいますよ。ウーピン。リャンマン。筋ですね。あ、親が通してますね。あ、わかりました。ごめんなさい。すいません。テンパ入るかどうだ。これもリーチですかね。かけそうですね。換算層か、ね、シャンポンか。あ、テンパ取らなかった。ほうほう、いいピンで取ら、あ、スーピンが取ってたんですね。そうですね。打ちづらいなと思ってたんですけど。なるほど。なるほど。結構昨日見てもそうですが、はい、まあ、今テープ使ってないのもありますけど、はい、割と関西本部、はい、硬いですね。硬い。関西本部が硬いという山田プロの評価でございます。テンパイですね。もっとぶつけるのかな。あ、テンパイじゃないです。ごめんなさい。間違えました。2チャンテンですね。2チャンテンですね。どうするかな。マイハイがないですかね。あ、でもスーピンか。スーピンですね。スーピンって。でサブローピン入ったら勝負って感じですかね。うーん。まあ、ローピンが勝負でしょうね。サブピンはどうするんですかね。アドラですよね。今って関ローピンになっちゃうと。どうだ？もう稲岡。テンパイ取れた。ですね。粘った買い方。ハツは1枚切れ。これぐらい切っていきそうですね。これもすごいな。テンパイになりましたね。リーチも考えてるんですかね。このままそうなんですかね。それともリファ打たないってことなんでしょうね。はい。ペンさん、その役なしのテンパ取りました。そしてチーピンを佐々木が持ってくる。もうスーピン切っていきます。対応していきます。どうだ？積もれるか？どうだ？ジャンサク TV の稲岡見てると入り目が毎回気持ちいいんですよね。そうなんですか。はい。あのペン3層とか。11223から3を持ってくるとかっていうところ見てるが、やっぱ上がらないと。さあ、どうする？テンパイ取りませんでした。また復活しやすいですね。そうですね。どうだ？いいそこが違う。すごい。あ、そうか、上村テンパイ崩したんですね。ロー4回目のテンパイ、あ、じゃあ4回目の統一落とし。スーピン、スーピン、チーピン、チーピン。椅子そなければね、チーピンも取れそう。まあそうですね。北村テンパイだ。そう、リョンピャンピンはドラ表示牌ですね。チーピンを切っていく。あとは、おつもばないですかね。ああ、ここにチーソーがいたか。ああ、丁寧ですね。さすが。背景です。あ、そうですね。流局です。稲岡の一人テンパイで流局になります。これは上がりたかったですね。気になりますよね。どこにいたかってね、数値する。そうですね。おそらく。はい。親が流れます。トン2局、佐々木の親番になります。トン2局1本場ですね。佐々木さん久しぶりってコメント来ていますけど、まあ久しぶりですね。まあ激アツの方にも今後出られますけれども。あ、そうなんですね。はい。はい。
4回目のトーナメント出場されますけれども、この佐々木の親番、縦断戦では本当に素晴らしい投牌を見せてくださいました。ドラーパーピンになります。ドラが1枚ありますね。ちょっと自敗が多い形かな。自敗が5枚。同士上げるか、急走から切っていく。さあ、北村いいですね。形。ああ、これで2メンツ完成。パワー1を切っていく。そして稲岡チュンが統一 C1 から切っていった。上村はちょっと時間かかりそうかもしれません。さあ佐々木この手ですね。国書はいきなりの、そうですね、急走来てますね。支配が6種類目になりましたね。水をケアさせてって感じじゃないですかね、おそらく。佐々木の手配ですね。やっぱ本一ですかね。ピンズの本一がかなればいいかな。さあ、これで、かなりいい形になってきたんじゃないですか。まあ、イソリアンスになりそうですけど。イソリアンスでしょうね。左で打ちながら二刺しになれば。はい、なるほど。はい、それでイソから切っていきましたね。ましたけど。佐々木ちょっと苦しいなぁ。本日1回戦勝負です。テンパイさん、リーチですかね。あ、大事なところが。闇手に構えましたね。サブローソーのテンパイ。見えちゃいましたからね。親の人物。ピンフですね。まあけど、一手側に3色ありますけど。なるほど。リーチ、ウピ引きだけですからね。リーチもありですね。一発ドラドラありですからね、今回。あ、ここつもぎリーチいった。一巡だけ3色の変化を。うん。サブロソードどうでしょう。かなりいいんじゃないですか。3層が3枚。ローソー誰も使ってない。どこもないんじゃないですか。4枚です、ね。4枚。あ、稲子が1枚ですね。合計6枚。ああ、そうですね。6、7から。さあ、昨日の雪辱を晴らせるか。佐々木苦しいなあ、これは。自敗を切っていく。まあ苦しいけど、はい、打つことにはならなそうな、そうですね。逆にもうもともときつい手でしたからね。C1 切り小さ、これ通った牌です。これ昨日も果敢にリーチ何回も言ってましたけど、これは積もりたいですね。6枚もいるんでしたら。まあそうです。まあ本人は分かんないけど。本人は分かんないですけど。あ、これ1枚来ましたね。初を切っていきます。他3社はちょっと、まあ、上村ぐらいですかね。でも。ドラが重なった。これは行きたいですね。1回数万ぐらい。数万。手役好きなんでね、下手したら、ウーソ切ったりすると、酸素がね、使えなくなったり。そうですね。酸素出る形になりますよね。そうですね。上村プロ。先入ってくれるとね、良さそうなんですけど、サブロッソが。いや、そうですね。なかなか積もれないな。か、上ん切り。どうだ、うん、あ、いいピンを切っているが。いや、ちょっと金3ピンは打ちづらいですか。数層切りの中、ああ、通してますね。稲岡が通している。ね、佐々木もどうだ、親番だが、粘っていきたいが、いい上ん切り。どうだ似てましたね。似てた調子が違う。一瞬で、まだ。上がりが遠いか。上村勝負手だな。これも佐々木テンパ苦しそうですかね。まあ、まあ、苦しいでしょうね。まあほとんど無理でしょう。リーチも残ってくれたらいいって感じじゃないですか、ね。あ、なるほど、そうですね。佐々木は流局してそれでそれを回収に行くと。そうですね。何が来た。いいつもだな。これいいシャンテンだ。ドラドラなんでね。ドラが出てもポンとか出ますよね。ですよね。チーテンポンテン取っても。どうする？ああ、でも、そう、まあ、イーシャンテン、イーシャンテンですね。フリテンプ組か、かけるハイかって感じです。シーソーが4枚出てるんですか。シーソー4枚出ている。まあ、ピンズが1枚もね、捨てられてないのでね。ピッチャーが。あ、襲いましたね。松田さんのワンチャンスになったんですね。さあ、裏はどうだ？
乗らないですか。リーチピンフ2000点の上がりですね。2300。シーソー4枚見えたことで、ね、あ、まあまあ、いや、スーソーが、稲岡はスーソーが3枚見えて、あ、なるほど、ワンチャンスだったんですね。稲岡はシーソーが4枚見えたんで、ルーソーが打てるってことですね。はい。リアンソーが通ってたんで。上がりをものにして親番を迎えます。北村の親番です。トン3曲。まあ、ちょコメントでも来てるんですけど、ピンフのみでもリーチしますかって来てますけど、一発裏ドラありだったまあ、状況にもよると思うんですけどね。まあもちろんそうですけれども、うん、まあ早い順目だとリーチ打つことの方が多いんじゃないですかね。うん、はい。今の早かったですかね。うん、米川プロはどうですか。単純なね、ペンサースを嫌った感じなんで、サブロスをね、良さそうな感じですよね。うん。不要なターツ払ったって感じで見えますね。なるほど。ドラが E1 ですね。さあ。今、上村の手牌ですね。ちょっとまたちゃんた系になりそうな。そして、佐々木の手牌、いい層から切っていきます。北村どうだ今上がりを手にしたが、ちょっと時間かかりそう。そう、稲岡がこれは、すごいぞ。とりあえず、シャーから、もう鎮逸ですかね。まあ、いつよりは鎮逸にしたいですね。3色もちょっと変わってるかもしれない。なるほど。1、2、3式。もう、夢が溢れる手牌ですね。さあ、北村、マンズイトメンツ完成している。さあ、これですね。パースをこやつもぎる。うん、厳しいな。ちょっと苦しいですね、上村は。佐々木はどうだ？ドラを持ってきた。初切り。ギフトですね。ハックを切っていきます。どうだ？神村この形ですよね。どう仕上げるか。チートイツ本戦ですかね。チートイツですか。で、リャンマンぐらいは切ってもいいと思いますけどね。まあ、今、持ってきたら短期で使うぐらいの。はい。あ、いいとこ持ってきたぞ。七八九のイシャンテン。七八九のイシャンテンだ。急速入ってくれてね、俺。さあ、次なおか間に合うかな、これ。こう北村ので急走が入ったらどうですかね。やっぱリーチですかね。まあリーチ打つ方が普通だと思います、うん。サブロー層でどうするか見たいですよね。どうだ。う、ね、何、あ、三層本当に来た。とりあえずやみて手代わり待ちですか。あ、これペンチーピンが、ね、まだ今なら間に合ったがパワーを切っていった。しかもドラドラですからね。ドラドラのイーシャンテン。どうだ？これま、チーピン、酸素、どうだ？一発裏ドラありです。どうするか。空切りをしていきました。テンパ入るか？稲岡。ローワン残します。いいとこ引き入れましたが、急走切り。これは北村が欲しい牌です。あ、急走が、なくなりましたね。なくなった。数走。親番の北村。切っていく。皆様どうされますか？リーチですか？難しいですね。難しいですよね。急走が2枚放たれた後ですけどね。まあリーチ、自分は親だったら打ってもいいかなと思いますね。ですよね。うん、親番ってやっぱ大きいですよね。あ、これで。これで外します。外すっていうか、短期に受け替え。短期を変えていって、うん、そうですよね。さあどうするか？3色合う。リーチ。キューピン短期に。買いました。何万が来た？ 5 万。鎮逸とかね。鎮逸行きたいですね。あ、鎮逸に行った。すごいぞ、稲岡。結構ダブラドラの鎮逸だ。ダートとしか目立ちそうですよね、ここから。うん、この、そうですね。2層、3層と。まあ、1層薄いですからね。あ、そうなるほど。2層2枚入れなんで。そんなに。ものすごいいい両面払うとね、異常なことなんで、あれですけど。これで2層、3層を見せていきます。ハーマン先に多分、ちょっと分かりづらいんじゃないですか。チーンツ。あ、そうですね。確かに。うん。まあ、本日はあってもね。これなるか。これか。これでリーチか。これ、両面パーソどうなの？まあ、リーチでいいんじゃないですか。うん。ただ、パーソが2枚切れがちょっと気になります。パーソ2枚切れ。パーソ2枚と。これリーチいきましたね。リーチのみの3連チャンのリーチ、リャングパーソ、さあ、稲岡どうするか、テンパ入るか、何万が来た、
ユーマン。テンパですかね。シャンポンです。シャンポン。イーワンロー。イーワンローワン。え？イーワンローワン。どうだ？ドラいる？ドラいます？ドラ1枚、ローマン2枚じゃないですか。くわーく、3枚ですか？このテンパイ。どうだ？何万？3万。何したらいいんですか、ね、ヤウマンローマンかね、いろいろ選べますよ、ね、ヤングワンローワン、オヤリーにドラが、ドラを打てればドラですか、ヤングワンローワン、そうリーチか、ヤングワンローワンならつもぎるか、まあ、ウーマンのワンチャンス、まあちょっとドラが2万なんでね、ペン3万とかに打ちたくないけど、うん、そういった、まあローマン、まあ、裏ドラもあるぞ、稲岡リーチもあるかないでしょうからね、考える9万っていうのかね、まあ、パーマン先に捨てられてるので、ちょっとは。ああ、切っていった3万、ドラを残した。リーチもちょっと考えたんですかね。これはすごい手だぞ。ただ北村も3面ちゃん、どうだ ?9 ピン。相撲上がりが遠いか。この3匹でいきますよね。まあそうですね。これは行く。まあほぼ全部行くは行くんでしょう。ジャンパスよりシャンポンの方がいそうですね。なるほど。ここに。熱いぞ。熱いぞ。どうだ、つま上がり。違いますね。隣でした。どうだ、リャン。この切り方ですよ。今日は打ちたくてたまらなかったと言ったら稲岡。ちょっと嫌ですね。嫌ですね。これ切ってきますね。対応していく。二人の戦い。ちょっといそうですね。どうだ、ドキドキしてるんだろうな。打ってる側からしたらね、上村佐々木からしたら稲岡に高いテンパが入ってるのはまあそうですよね。なるほどなるほど。ドラ筋が、ね、通ってから2リャンマン。いきなり3万リャンマンって。多分、さそうかんですよね。ドラ1枚いるんだ。ドラが1枚いるんじゃないか。6万まだ2枚いますか。いますね。まだ減ってないですね。リャンパスは、リャンソーが1枚ぐらいですか。薄いんですかね、薄いか。パスソーないですね。パスソーがない。チャンスタートだ。これ、相手、相手でイーマン積もるとトリプルですか。相手でイーマン積もるとトリプル。やめてんの。さあ、見せてくれ。そのトリプルを。見たいぞ。さあこれだ、入ってどうだ、何番、うわこれはね、その通りですね。つもちんいつ入ってドラさん、トリプルですね。6000、1万2000のつも上がり、すごい、すごい、すごいのが出ましたね。予言通りだった。予言ってまあ、やばい、ちょうどそうです。3倍万だ。突っ張った回ありましたね。まあそうですね。ちょっと倍満は上がり逃して。倍満上がり逃して3倍満を手にした。これはすごいぞ。ホッとしてるんじゃないですか。最初のドラさんもね。うん、絡まってますし。今も完了満にしたら、その前にトリプル上がってたみたいなね。ああ、その前に、ね、トリプルと倍満の。いつ、ね、イペコドラと。競争局みたいな感じですよね。うーん。稲岡上がり切った。素晴らしいツモだった。他の3人どうするかね、楽しみですね。5万点到達。そうですね。1人だけ浮いてるんで、ね。3倍マンってすげえな。そうです、ね。もう分かったことないですよ、3倍マンなんて。まあ、めったに出ますよね。めったに出ませんよね。100万より出ませんもんね。そしてこの稲岡の親番、ハイパイいいぞ。ドラスワンです。そして上村。まあでもまだ皆さん親番ありますからね。まあ全然わからないですけどね。佐々木が苦しい。でも親に任せたいじゃないですかね。3人は全員。大きすぎる親番。まあそうですね。かぶり。はい。まあけど今回稲子が親なんで、この親は上がられたくはないですね。あと2回親を残してますからね。テンパイですか？チートイツですかね。あ、もうテンパイでした。カナピン短期。テンパイですね。いや、まだですかね。これ急走。あ、そうか。テンパイですね。テンパイです。で、リャンピンを。早いですね。どうでしょう。どの町になれば、やっぱドラを待ってるってことですかね。ドラかい。まあ、自敗とかも良さそうですね、早い場合は。そうですね。まあ、捨て牌がちょっと異常なことにはなってるんで。そうです。あ、そうですね。まあ、ただね、自敗短期でリーチされたら、何でも打ちづらいですからね。さあ、チーピンあんこなったけど、どうするんだろう。まあ、
一回ランピン切れって有力でしたね。うん、で、いい短期になったら、チュートイツでリーチ打ってもいいし、はい。もしくは、あ、ランピンが出ましたね。うん、上村の上がりです。チートイツ1600の上がりです。どっちもいいんじゃないですかね。親が流せるし。うん、まあそうですね。うん、結構離れたんです。あんこ狙えるときは狙っておいた方が。そうですね。そうですね。あんこの角度が。うん。激アツですよね。もう一個あんこできたらね。できたら。できたら行くとか。はい、難入です。上村、この親番ちょっと稼いでいきたいですね。3万点差。3万点差。このまま親落ちるとね、ちょっときつくなりますからね。ただまあ一発ラドラありで、まあ、全員親場が残っていますんでね、わからないです。注目のハイパイですがどうでしょう。ドラドラですか。まあドラドラ、まあ、ドラ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 ですね。9ピンからチートイツか、トイトイでも佐々木終始苦しいですね。トーンから切っていく、まあ、そっか、親北村流せながら、まあ、タンヤオペが見えますかね。ニナカカンパーワン引き入れて一目つ完成です。さあ、神村一目つ完成しましたけどね。あんまり嬉しくない。嬉しくない。追いついきづらいですからね、ドラドラで。そうですね、ドラが小さそうです。ニナカはね、一人ずつ親落ちる。そうですね、それで最後親番、伏せて終えるっていうのがまあ理想ですね。佐々木どうだ、イーソーギリ北村、これで一面つ完成。ドラは小さいスキューソーギリですね。うん、稲岡二面つ完成してます。形がいいです。スーソー相続がり雨になる面つ手のなりますかね、うん、ですね。でタイヤまではちょっとそうですね、しんどいですけど、うん、2回統一落としが必要で、これで二面詰め完成。三ピン切り北村、稲岡は各社の親を流していきたい。さあ何か来た、チーは嬉しいですね。一応ペーですね。ペーか、チートイツも、チートイツも、まあ、うーん、難しいな。面詰めてもいけるし、ローマン切りもありますか。ローマン、なるほど、ローマン切りもありますね。あ、ローマン切りだ。チートイツのイシャンテン難しいです、ね。難しいですね。テンパイ入ってもリーチか闇天かっていうのも。まあ、どうだろう。相当悪くない限りリーチ打ちたいですけどね。うん、そうですね。うん。急ストで考えます。ペー切り。まあ、7、8、9も見えるかもしれない。だ、どうだ、パーマ入るとね、ややこしいですよね。スーソーサーソーとして何かリーチか。まあ、そうですね。パーマの場合はメンツ手に戻る可能性がありますからね。いいペーパー。まあ、チーソワンコになったら。サイトが引き出たぞ。まあ、リーチかけてペーとかね、狙いたいですから、ね。そうですね。あるいはダマでペー出るとか、うん、いいペー行でね。うん。ちょっと差があるんで、ペーで直撃狙いっていうのもね、なかなか都合よくいかないんで、やっぱ積もって逆転に行きたいんで、そうですね。だったら結構リーチ強めの選択をして、はい。っていう方がいいかなと思いますけど、朝先も一気通過のね、イーシャンテンかなんかじゃないですか、ね、いつのイーシャンテン、そうですね、佐々木いつのイーシャンテンですね。ペンチワンが入ればタメンチャになりますね。当たりタメンチャじゃないや、間違えました、カンリアマンだった、すいません、カンリアマンペンチ旬残しましたね。チートイツに決めたってことですかね。まあ、手頃な短距離選びたいって感じです、ね。さあ北村形の一点、ああこれはなんか嬉しくないな。まあ数万三万打って、先輩。数万三万丸か。あ、いいそう。そうか。タイヤを持って、まあ、それもありますね。うん。最低打点は確保したい。なるほど。ドラ入って、ハネマンの夢とかも置いたいですね。佐々木はいつのイシャンテン。電波入るか？上村は3層を切っていったんですかね。まあ、まあそうですね。穴を残しましたね。そういうことらですね。これ3番数番入ったフリーテンリーチもありますかね。フリーテンリーチもあるんじゃないですか。裏積もってね。裏乗ったら楽しみですし。裏乗ったら楽しみですね。一発裏ドラありです、本日。あ、来ましたね。
リーチですかね、リーチだ。今捨てられたばっかのなんでね。なん短期。本が入ってなかったってことで。これは強いんじゃないですか、なん2枚いますか。そうですね、間違いですね。さあ、北村も行くんじゃないですか ね。これ、ローソドラ表示牌だが。リーチ、リャンウワンの単品のリーチ。リャンウワン結構薄そうですよ、ね。リャンウワンが薄い。ほんとだ。なんの、佐々木ドラ重ねたが。教育9万切り。リャンウワン、どうだろう。薄い。リャンウワンが1枚。ウーワン、ウーワン、そうです。佐々木があんこですもんね。ウーワンは。ウーワンも1枚。ウーワンも1枚。2対2か。今。ミヤオの2社ってですね。おー、2枚引き入れた。これは裏ドラが欲しいぞ。どうだ、ね、乗った。リーチ、ツモ、タンヤオ、ピンフ、ドライチ、2000、4000のツモ上がり。いい上がりでしたね。昨日と違って、ね、今日リーチかけて上がれてますから、嬉しいんじゃないですかね。多分。上村のリ、親リーチをくぐり抜けて、2000、4000のツモ上がり。さあ、ちょっと上村苦しくなったか、あと3局で。そうです、ね。3万3000点。いやー、でも、なんと暗記も2枚いたんですけどね。惜しかった。さあ、佐々木の親番です。ここも佐々木は稼いでいきたいところです。何2局。ドラ3品です。あ、いいんじゃないですか。今のところいいですよ。かなり。ただ、ピンズイ。あ、じゃあこれ北村の手だった。佐々木の手がちょっとよくわからなかったですけど。いや、悪くないですよ。トンが暗号だ。ああ、それはいいです。ここもちょっとぶつかっていくか。北村もここ。ドラ統一ですね、稲岡。稲岡、ドラ統一だ。さあ、上村は相当打点がいいですよね。これですね、佐々木の手。はい。いいですね。いいですね。ゴロチのリャンシャン点ですか。ゴロチのリャンシャン点。トン三色になれば、高打点だ。そして北村。ああ、なるほど。ドラチあるんでね、素直に言ってもいいかと思うんですけど、ね。なるほど、なるほど。そうか、パーピン打って、はい。上村はどうですかね、もう、想像。で、本一とかですかね。そうですね。カメラマンがいいかは上がりづらい。まあ、そうですね。簡単に言えば100万積もれば逆転みたいな。まあそうですね。ハネマン2回じゃ届かないんで。これですね。数番切っていきますかね。ですかね。とりあえずシャーから切っていく。佐々木もこの手でもできれば泣きたくないですよね。関数層、関老層とか。ドラドラの宮岡どうだ ?1、2、3も見えてきたか、ズペを切っていく。ペアツも切ります、上村。そして佐々木親番。箱を切っていきます。これでゴロッチが見えますか。ゴロッチ。ああ、こういうツモが多いんですよ。稲岡いいですよね。気持ちいいですよね、今の。多いか。いや、まあまあ、ここでの対局ではそうですけど。あんまりそういうのを信じない方なんで。まあ、稲岡結構外さないんでね、ベンちゃん、ガンちゃん。素直にイーシャン点は組む方なんで。これもう3色のテンパイですよね。カンリャンピン。しかも5、3でね。そうですね。出やすいっちゃ出やすい。稲岡だけを見れば。そうですね。まあ、皆さん欲しい牌ですからね。ただ、ここに飛び込む。ここか、これ。あ、でも、天敗次第ではどうなんだ。あ、でも、そうか。ジャント候補ですよね。さあ、ね、北村イーシャンテンダー。テル。三ワンギ、数層残しましたね。そうですね。ドライチですね。なんか、まあ、安いくしたくないっていうのが強いですね。なるほど。電波入るか、まあ、親あるんでね、ドライチあって、普通に、ピンクドライチでも、そうですね。で、また満貫
で親番で4000オールぐらいだとほぼ並びますもんね。そうですね、うん、なおか管理安品の転廃、ただちょっと管理安品は苦しい、ゼロです。管理安品出ることないですね。ないですね。さあどうするか。ウーマンとか持ってきたときに、管理安品に受ける手が一応ありますから。なるほど。ドラですもんね。なるほど。まあ、リーチも。それだけですかね。うん、リーチかかってどうするかちょっと見てみたいですよね。佐々木も北村もいいシャンテンです。カンパーピン。リーチあるか。あ、切っていくゴロチにこだわる。取らずですね。マンズがすごい安くなりましたね、ウーマンが。自分からは3枚見ましたけど。そっか、自分から3枚見えている。円本チートイズのいいシャンテンですか。3品並べ。あ、スークの捨てづらいというのがあるんじゃないですか。ローソウソ来てますね。これは空切りしていきました。井岡に転売気配があるんですけどね。まあ、トップ目で3品、関数品払ってるドラが3品でね、はい、相当強烈ですよね。ですよね。使えるのを期間中に捨ててますし、ドラ入りの。ってなると、だから、数品気使ってるんですかね。自分が打ってしまうと申し訳ないというのが。もういいピン通りましたからね。そうですね。なかなか勇気いりますよね、あのいいピン。イースピンとかも全然ありそうですし。そうですね。ウーピンとのつもりいっていきます。この形、まだリャンシャンテンですかね。上村。リャンシャンテンですね。まあ、リーチかけて裏ドラ乗って、ハネマンとか。あ、これだ、リーチだ。まあ、スーピンですよね。思い通りですね、これ。スッチーワン、すごくいいんじゃないですか。いや、あれも、チーワンが3枚切れてるか。マンズが安いのはいいんですけど、安すぎましたね。安すぎました。チーワン3枚、数万。止めに行ったんですね。チーワンがないんですかね。ないですね。チーワンない。数万がまだいるんですかね。1枚だけ。1枚。あとは、稲岡を止めたいとなるんじゃないですかね、やっぱり。うん、まあまあまあ、それよりも打点が必要ですからね。うん、闇点で上がりたくないですよ、ね。ああ、北村も行った。ウーパースオープニングドライチのリーチ。ウーパース、そうか、今通した範囲ですね。でもここはリーチに行きましたね。まあ、捨て範囲的にウーパースオープニングは危ないですけどね。なるほど。4球って切ってやって7球リーチですからね。うん、親リーチに2連続向かっていた。どうだ、ドラ、どうだ、取りました。ウーパーソーどうの方がいいのかな。ウーソーの方が、ウーソー1枚ですね。チュン、ウーソーも1枚、パーソー神村のとこ2枚で、ステアに1枚、2枚か。ドラを切っていった。神村ですよね。なんとかならないのか。アンペこのいいシャンテンでありますが、チーソーがないんですね。チーソーがない。チューンですかね。6万。ウーワンが3万9000。いや、急走切っていった。2連続つま上がりあるか。北村どうだ。いいワン、テンパー取り直しませんでした。神村対応していきます。噛んだ。リンシャに数ワンいるか。パスオがここにめくれます、ね、あー、パスオがいなくなった。お、佐々木が配定ですかね。そうですね、楽しみでしたね。さあ、配定マジックあるか。今日も配定ですごいのがあったぞ。1個ちそうですか。どうだ、数番1枚。あ、うん、究極です。佐々木と北村の2人転廃です。まあ、親番望みをつなげましたね。うん、そうですね。まあ、うん、
かなかね、思った通りに天敗まで時間かかりましたね。天敗ドラゴン3色の天敗持っていったところが、やっぱさすが佐々木って感じにしましたけども。連チャン成功です。何2曲、一本場。ドラはウーアンです。あ、二面つ。いいんじゃないですか。お、おお、すごい。いいシャンテンですか。ワクワクですね、そうですね。なんとかドラ1ぐらいに。そうですね。ドラがウーマンですよね。ねえ、あとだ、まあ六七八もあるんですね。六七八もある。うわ、北村もいいなこれ。そして稲岡。悪くはないですね。悪くないですね。神村もいいが、打点力的にはどうしていけばいいか。ドラドラなんでね。あ、ドラドラか。はい、単品ぐらいにつけば。あれもういいじゃん。これで6チップだね。6、1、8、2、3点だ。おぉ、この名本チート。あ、名本チート。おぉ、この曲を。結構みんないい、ね。みんないいぞ。かぶつかっていくんじゃないですかね。稲岡も。うん、さあ。どうだ伸びるか、ローピアンスも切っていく。なんかもね、ピーフにはなりそうなんで。そうですね。チートも見えましたか。チートも見えてきた。神村ドラドラ。万願以上ちょっと上がっていきたい。どうだテンパ入るか。スーソー。こいつも切っていく。ああ、チーソーあんこになって。どうでしょう初。北も楽しみですよね。まあ、楽しみですね。ただ内定3900はあんまり、まあ、5200までありますけど。約配本一ぐらいではちょっと、できるだけちょっと、もったいないかなっていう。こう立てにはしたいですね。さあ、佐々木リャンピンを残しました。どうだ、うおいいシャンテン、綿本のいいシャンテン。そう、サーンコもね。サーンコも続きますね。サーンコからスワンコまで。サーンコからスワンコまで。北村見せれるか？上村ドラドラ、佐々木六位たちのいいシャンテン。この6はダメな6でしたね。あ、違う、この6ですね。そうですね。空切りです。これ北村リーチかけた方がいいんですかね。関数素とか入った場合。難しいですね。白もいますよね。トンも、トンが上村のとこ1枚だけ。なかなかですね、トン。2枚目は致し方ないのかな。どうだろう。それだと2600点ぐらいになりますよね。めっちゃリーチですね。まあ3色崩れましたけど。6球1チ1でリーチ。ハーマンギリギリと。まずチュンから切っていった。これもね、行くんでもパーマンから行った方がいいと思うんですよね。結構勝負手なんで。なるほど。チュン重なりは相当痛いですね。なるほどなるほど。親場もありますし、ね。なんかその一発だけ怖がるんじゃなくて、どうだ。これがドラだー。切りづらいか。辛くなりますよね。こうなると。あートン切っていった。今ね。親に言ったら高いし、そうですね。神村さんいいシャンテンまで来てた。神村がいいシャンテンぶつけて いきますかね。強卓2本。神村は行くんじゃないですか。跳ねまんまで。跳ねまで見える。手なんで。これ当たり派ですね。そうですけどね。三番切り。どうだ。6、9、1、G、1、いいですかね。かな、でも、9、1が2枚切れ。9は2枚いますね。G、1も。G、1が1枚ですかね。積も上がりも全然あります。関数ピンが欲しい。あ、どうするか。両万が。3ピンが通っている。1枚出てる。3本リーチですか？ 3 本リーチ。ドラの枚数は一緒ですね。見た目は。ただ3品が今通ったっていうのと。
とね、5人は不満なんで。うん、3色まで待つってことですかね。まあ、3色。8、5。ウーピン切って闇点はなくはないですね。うん。3ピン切って闇。ヤンワン、ウーピンのシャンポンのテンパイ、スタンヤドラドラ。北村大物店の予感でしたけども、トントハクをトイトとしていきました。さあ、どうだ？これ闇点。で積もってでもまあ満貫ですけど、なんか次危ないかもしれないですね。ヤンマンつくんです。ああなるほど。あーチートイツ積もった。あーチーワン積もった。ウラドラがチーマン。チーマン。まさかの。リーチ積もウラウラ4000オールですね。4000は4100オール。リボン2本ついてました。佐々木粘り強い。オーラスに照準合わせやすくなったんじゃないですか、ね。なるほど。稲子屋ですし。そして親かぶりありますからね。またマンツー圏内までは行ってないですかね。なんか4万7000で佐々木が3万4000。ただ、親なんで、あと一上がりで。そうですよね。北村もまだ親番を残っている。さあ、レンチャンです。何2局の日本馬。ドラはチーワンです。悪くないですね。そうですね。リーチまでは持っていけそう。そうですね。稲岡、この親番はちょっと流しておき、北村もそうですけど、流しておきたいです。一面つ完成。さあ、稲岡。ピンズ一面つ完成しています。いいそう。これは発を切っていく。一通もね、狙えるように。これ一通炸裂すると、さあ、ダムナンがドイツになった。これも泣いていくでしょう。神村からなんは、あ、なんでこれ泣くでしょうかね。泣かない。打点が欲しいんでしょうね。打点が欲しいか。次、親番だが。そうですね。あ、まあ、あ、なるほど。ドラを持ってくれば。打点が見込めます。こうなると2枚目も泣かないですかね。2枚目は泣くんじゃないですか。恐らくね、しぶしぶこの形です。9万まあ泣かないもありますか。3色も狙えなくないですね。そうですね、3色も狙えなくないですね。あ、いいと思ってきた。純茶三式になれば。西口さんで狙いましたね。佐々木どうしていくか。つまみ切りますね。急ぎっていった。なおか、これ、どうなんだろう。ドラが1枚浮いていて、9ピンを切っていく。ちょっと苦しそうかな。苦しいですね。佐々木も天敗入れば、リーチだと思います。北村打点は欲しい。だが次は親番です。急走切り。ローピン持ってきた。Cピン切り。そうか、やっぱ上村純ちゃん三色はちょっとこだわりたいところですかね。まあそうですね。点数的には。親番もないとね。そうなんですよね。打点がどうしても必要。アドラ持ってきた。これはいいぞ。いいシャンテン。今の角はちょっとテンション上がりますよね。まあそうですね。なんか、チーソー切り。できれば役割で流していきたいが。パワーワン角切っていく。佐々木はいいシャンテンです。あ、来たー。ドラ1のリーチ、ウーパーソー。ああ、良さそうに見えますね。パーソーが2枚、ウーソーが、ウーソー3。気を持ってるだけですね。3枚。ただ佐々木はここは引かない。
際、なおか的にはもう、3品切りましたね。もう流れていただいても全然。まあそうですね。うん、曲が進むことはあれなんで。まあ、神浦はきついな、純ちゃんまでは。Q1 を切っていきました。あ、すいません、パワー1です。佐々木。いや、パソっておかしくないです、ね。パソってもおかしくない。ローソのワンチャンスになってますね。あ、パソ出ましたね。北村の上がりです。乗りましたね、リーチ。ドライ、ドライチ、ウライチですね。5200、5800の上がり。北村、裏を2回乗っけてきて、まあ、嬉しいですよね。はい、そうですね。さあ、この親番だ、4000オールで、並びますね、ほぼ並びますね。北村、決勝進出いけるか。はい。佐々木は1万、まあ、2万点弱なんで、そうですね。漫画2回積む。漫画2回。まあ全然わからない、佐々木も。あって積むでもいい感じ、ね。まあそうです。さいいぞ、まあそうですね、最後。親かぶり。親がいなおかなんでね。ドラガリアンソーです。まあ、飲み手が漫画になるところがやっぱり、一発ドラドラの、いいと、あれですよね。面白いところですよね。そうですね。可能性はありますね。ですよね。神村はどれぐらい ?3 万3000点差。まあ、倍満ぐらいは。羽満ぐらいですかね。羽満積もって。羽満2回で100点足んないんですよね。100点。あ、そうか。いいシャンテンですね、これ。いいシャンテンですね。9ピン打ちますかね。9ピン切りか。とりあえず単品。いやそうですね。まあ、2差しにもちろん狙いです、ね。まあ、万貫ぐらいは欲しい。そうですね。うん。天面単品ぐらい。九品だ単品を目指す北村1、2、3、3式。まあ、稲岡もいいですね。7、8、9、いいペーコ。上村がちょっと苦しいか。四五郎ですかね。まあ、でもレンチャン期待とかもありますからね。上村の場合は、これまでは。ステキュースピンが強烈。稲岡を削ってもらうとか、まあ、なかなか稲岡打たないんですけど、うん、そうですね。可能性がないとは限らないんで、これもカンパーピン引き入れそうな予感ですね。あまり番が上がってもね、3万3000差が2万5000差になっても、稲岡喜ぶだけです。そうですね。ああ、なるほど。条件として。3倍満積もが増えましたって全然意味ないですからね。さっきみたいなことしないといけないですからね。んで、最低羽根満からですよね。上がるとし、上がるべきとしては。これ、稲岡パーピンチありますよね。ああ、でもいいとこもどうする？ドラが、リャンソーで1、2、3も見える。それウピンロピンじゃないですか。ウピンロピン。ちゃんと、ああ、いいですね。まあ、角を見た。次は3人かけてるんですね。いいな、これ。選べれば、激アツですね。点数ある人は。なるほど。点数ある人は選べる。他はチーするんじゃないですか。チーしますね、パーティーは。はい。いや、これね、三蔵引かなきゃいいけど。そうですね。激痛ですね、そうなると。さあ、佐々木、キューピーのトヨタ投資からスタートだ。単品ドライチになれば漫画見える。さあ、また選択できるぞ。どうだ誘惑がね、多いですね、これ。そうですね。ウーピン、そう、チャンピオン。あ、パー、これチーだ。ウーピンローピンじゃないですか。ウーピンローピンだとね、ね、チャンタ3式になりますね。チャンタはつけた方がいいですね。捨て牌がどうっていうのは、あんまり。それよりも打点欲しいですからね。6級その天敗だ。これ、ローソーでも上がれるぞ。ああ。ただもう、あれ、チーのおかげで数ピン引けたといえば好き。なるほど。チーピンだ。行くか？いやどうする？稲岡。パーマンが出る。行ったよく行きましたね。よく行った。一発ラドラありです、今日は。ペン三層、2枚か、2枚いますよね。6級層のが有利か。見た目はそうですね。9層が2枚。9層2枚。ロー層は、ロー層も1枚。1枚か。痛いけどしょうがない。痛いけどしょうがない。
見せないとダメですもんね。うん、最後の親ですし。まあけどね、あ、ここでペアとって、チーのおかげで結構引けなそうなイースピン引けましたね。うんうんうん、実際だって、佐々木にあんこになってるスーピン入って天敗ですもんね。うん。あ、そうか、そうですよね、三面ちゃん。あ、これでとりあえず天敗は取る。ヤングピンにしたい。ヤングピン入ってほしいですね。ヤングピン入ってほしい。攻めやすいですね。ピンが入ったら攻めやすい。まあ、ドラでもいいですね。ヤングピン激発ですね。そうですね。これ、チーワン出たら上がるのかな。いや、で上がらないか、だ。逆に、何万。3万、いきづらいのか。2600ですよね。予選から激アツだぞ。僕もちょっと次。まあ、破熱も条件は、そう、まあ、できるけど。破熱も条件か。でも一発ちゃまい。2600で終わらせたくないですね。ただ、まあ、打ったらもっときつくなるから難しいですね。そうですね。そういうことですね。これ3万切っていきますかね。天敗の復帰はありそう。あ、消そう。消そう。あ、消そうともう終わったのか。まあ、そうですね。稲川さんそうですね。E1 をノータイムで切っていく。イースさんのベタはいらない。ウーピンだ。ウーピンが来てほしい、佐々木。ウーピンが来てほしい。薄いカードの1枚いるのか。リャンピン。あ、リャンソもいいですね。リャンピンは3枚いるんですか。リャンピンは3枚。ウーピンさえ引くと大チャンスですか。そうですね。リャンパーソでもいいな。なんだ、何が来る。シュン。切っていく。ションパーですね。うん、あ、自分で2枚切れじゃないですか。ションパイで。めちゃくちゃですよ、もう。すいません。まあ、とりあえず、リーチできる形にしたいですね。そうですね。ここに来ましたね。あと1枚。あと1枚。じゃあ、佐々木、大チャンスになってきましたか。チャンスになってきた。何が来る？何が来る？リーチ打てる範囲が欲しい。本当そうよね。もう全部これで1万9。まあ、それか最悪、流局、このまま、ね。まあ、連チャンですからね。リモ出さずに来ても。ありですね。稲岡との差が。チャレンジしたいですね。上がりに対してもですね。ハネマンクラスのリーチが打てそうな手ですからね。ああ、積もった。うん。仮点を積もり上げた。タンヤを積もドライチ。1200だと。1200ですね。あれこれ、エマン積も条件まではいかない。ダメですね。リーチもか。リーチ棒が出てマンツモですか。1、7。リーチ棒が出てマンツモ。北村が出る可能性があるって考えてるんですね。まあ、リーチ棒は。相当薄いですけどね。倍マン、羽直倍ツモですか、北村は。そうですね。なんで、羽ツモが届かない。まあ、マンツモリーチで。厳しそうですね。稲岡がどうと、もう伏せますかね。あ、でも、ハイパーすごい良くないですか。どういくんだろう。難しい。ドラが進むそうです。ですね。まあ、伏せる方が普通ですね。そうですよね。佐々木は羽根つも。まあ、裏ドラ、一発も裏ドラもあるから。上村は惜しくワン条件なんで国士ですか。佐々木この手羽根は三角でドラ引いてって感じじゃないですかね。まあ今だと何が統一だったんで、なんかリーズも何三色ドラ一だともう公式ルールでも羽根マンになりますね。そこまで持っていけるか稲岡どう戦うか。まあ初ポンは絶対ないですよね。100万条件するほどではないですね。ですよね。して直撃クラブの3番目。さあ、北村、バイツも。バイツも。連チャンがないと辛いですね、これ。そうですね。連チャンはないですよね。バイツもは大体なんか、トラが進そうか。うん、そうですね。カナンはまだ2枚いますね。ドラはどうだ？ドラが使ってるのも1枚。で、カンウーピンがこれあるんじゃないですか？カンウーピン4枚います？あ、本当ですか。北村どうなんですか？バイマンですからね。コーツ系ですかね。コーツ系、コーツ系ですよね。まあ一局勝負ですからね。うん、
この曲に裏ドラ勝負するのはしょうがないでしょうね、本当に。だいぶ喉が立ってきた感じが。まあ、三暗光とか。三暗光。メンタンツも三暗光、裏さんみたいな。裏さん条件きついな。三暗光。三暗光だったらね、三種類あるんでね。まあ、それは三種類がちょっと、まあ、まあ、しょうがないですよね。順目が深くなったら。ちょっと現実的ではね、あ、運品、第一弾北村が切ってますよね。ここにも。あ、そうか。あ、2枚ですか。2枚か。カンピン切れば。ああ、これは、泣くことはない。うわ、カンウーピンがきつい。場には2枚切れている。ドラが数層。まあ、チートイッツもありますか。リズムタイヤをチートイッツ。思うまうらら。ああ、それバイマンですね。そうですね。それか一発だとタイヤをつけば。なるほど。ね、一発もだと。あ、きっ。楽しみですね。きます、ね。最後のウーピン。ただ、CP 入るとちょっと嫌ですよね。チーピン入ると嫌です。一発裏ドラ条件です、ね。いや、でも何、2枚いますよ。何、今、2枚いますよ。何、1枚です。あ、何、1枚か。あ、そう、カメラさんがどこ1枚いったか。入ってくれると思うことないんですけど、ね。どうするか、スチーマはどうだろう。スーマがあと1枚ですね。この1枚1枚を積もれるか、佐々木。結構条件厳しい、ね。条件厳しいですね。どうしますか、スーンコ見ないんだったら3万切りとかですか、カメラさん。スーンコ見ないであれば。ヤンワン切っていった。形はいいシャンテンです。稲岡戦がね、結構あるんですけどね。稲岡有利か。ただ、まあじゃ何が起こるかからなん。スワン。これではない。これではない。この一曲で終局です。とりあえず、シャンポンテンポは取りますか。リーチはちょっと打てないで。そうですね。リーズも、リーズもなん。一発。一発。一発。そうですね。なるほど。考える。一発裏一条件とか、裏裏条件とかで。ワンズが伸びたらね、ピンフついてな、ヘッドで落としてまあ、それは。苦肉の策で。できなくはない。なるほど。まさかの三三アンコになった。これ面白そうです。まあ、立ってですね。何から行くか。テンパイ、テンパイですけど。テンパイは取らないですよね。取らないですよね。ドラを持ってきて3、3アンコ。スワンコ狙うんじゃないですか。スワンコか。か。いいぞ、北村。残ってそうな牌を。なんかこれで形いいシャンテンダー3ピン切っていきますね。手が変わらなかったですね、稲岡。スワンまだいます？ 1 枚ですね。1枚。おおちょっと待って待って。すごいことになってきた。割り仕掛けて、リズもタイヤをさあ、コドライチ。裏さんとかどうさせてもらって、奪いますか。まあ、ただこの順目だと2アンコ狙いますね。これでリーチはちょっと打ちづらいですね。ヤンソー切って、ドラ残した。ドラだと2アンコはきつい。あ、ヤンソーは今山にいたのか。まあけど、切られたんで正解は正解でしたね。なるほど。あ、そうですね。2万がないんですか。数層は数層もない。ないですね。ちょっと数万5まで苦しいか。佐々木4万が来るかな。4万かな。数層どうだ。何が来る？ローマ。ローマもないのか。かなりきついな。ローマもない。何か。なおかはどうありそうな短期1個はね、余裕持てますからね。そうなんですね。おー。神村もなんか。ここもスワンコみたいになってきました。スワンコみたいになってきましたね。まあ、いい。薬物も全然きますよ、これ。白2枚切れなんですね。あら、トーン違う。感じは一緒だが違う。ですね。旬残しますね。残さないと。旬は1枚も切れてない。見た目上は切れてないんですね。まあ良さそうなんですかね。あそこちょっと。そんなにも良くないですかね。スーマンローマが2枚ずつ見てるだけですもんね。パーピンで考える。スーワンまだいます。1枚いますか ?1 枚いるか。何もまだ見えてませんよね。なんとスーワン。佐々木の場合はリーチをいつかけるかも含めて。まあそうですね。チャレンジしないと。大体。順目的にね。
大体これだと、まあ、よくあるのが、相撲は1回になってリーチですかね。それまで3色の手がありますので。そこと、裏さん狙いとか。田村スーアンコはかなり苦しい。でも意外と良さそうな感じがしそうなんですけど、そうですね。世界的には。もっとなんか、別にドラ切ったっていいし、うん、そうですね。なんかスーアンコになりそうな牌を残すべきですね。うん、先は次リーチですかね。リーチ。さすがに。そうか。厳しそう。あ、厳しそう。これもリーチ。ああ、どうします。もう一巡目。三アンコか。リーズもタンヤオ三アンコ。裏、リーズもタンヤオ三アンコ。裏さん。裏さん条件。まあ、一発だと裏裏条件とか。一発で裏裏条件。なんで、最後まで手代わり待って、この順目は。ああ、最後のなんかここに来た。これでリーチですよね。一応リーチ打つんじゃないですか。一局勝負なんで。最後の相撲ってことですかね。そうですね。うん、もう次手代わってももう相撲ないんで。そうですね。リーチ打たないとしょうがないですね。なるほど。そうすると実はさすが北村もリーチになるとリーチ僕出まあ積もっちゃった早いうわえぐいなえぐいけどなんか切って振り手リーチですね意味ないですよね なんか切って振り手リーチそうですよねするべきじゃないですかローソー切ってリーチかなでもそれだとローソー切ってリーチは6万ローソー6万のマッチですよねそうですね。ローソー切ってリーチが一番普通ですか。まち、まあ、スチリーチ、スチソナイト。リーチ一発もタンヤを。三アンコ。三アンコ。ドライチ。裏一条件。裏一条件。相撲盤はまだあるぞ。裏一条件なんて、ローソー切ってリーチが一番自分の町が広いです。町としては、一発で上がりやすい。はい佐々木が自分から上がれることはないんですよ。で、リーチが入った。一発つもで裏一条件。一回早いって悲しいですね。悲しいですね、今のは。まあ、わかんない。もう一回積もるかもしれないけど。さあ、最後のつもどうだ何はいない。いない。北村どうだ一発来るか死ぬ、死ぬ。スッチーソーけど、スッチーソードラゴンちゃうからね。うらうら条件になっちゃうんで、今度は。流局です。いやー、最後まで行きましたけどね。二人とも素晴らしかった。佐々木もハネマン条件までは、あと一歩でどこだった。見応えありましたね。見応えありましたね。最後。トリプル大きかったですね。大きかったですね。そうですからね、やっぱり。はい、ありがとうございました。まず、決勝進出者ですね。3倍満を手にした稲岡プロの決勝進出となりました。さあ、いかがだったでしょうか。そうですね。まあ、さすがに3倍満が大きかったという感じですね。まあ、上村さん苦しかったけど、すごい。上村さん苦しかったですね。丁寧に打ってましたね。その他の方に迷惑かけないようにというか。はい。稲岡に打って次に進まないようにとか、まあさすがでしたね。佐々木さん、北村さんはあと一歩のところまでは持っていったのが見事でしたけどね。4人とも見応えのある対局してくださったと思います。米川プロいかがだったでしょうか。最後の位置がね楽しかったんじゃないですかね。2人とも可能性がちょっとでも残ってたのでね。裏ドラ気になるな。あれで一発積もってて裏ドラ何だったんだろう。ちょっと見せてもらいたいですね。ね、北村もよく頑張りました。決勝進出は稲岡美香プロです。あ、選手が帰ってき次第インタビューの方させていただきます。ちょっとまだ時間あるみたいですね。いや、もう本当面白かったですね。そうです、ね。回転運動予言通りになりましたよね。回転イーバンツもならトリプルだぞ。そうですね。たまたま、うん。はい。ちょうどそうだな。ねえ。はい。では、選手の方帰ってまいりましたので、とりあえず米川プロ、2人でインタビューさせていただきました。はい。はい、あ、山田プロ、こちらの方、お願いいたします。
はい。はい、すいません。はい、上村プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は振り返られていかがだったでしょうか。ねえ、だからチーシャはあれほど嫌だとは。はい。言われましたよね。やっぱ、ね、急遽、予定外に勝ち上がりした人が強いと馬なのかなっていう。いや、本当ですね、稲岡プロも。ねえ。ちゃんと衝撃とされて、あの背景の今はね、すごかったですね。うーんってなりましたね。はい、山浦プロの方からもどうぞ一言お願いいたします。いや本当にね、まあ、チャンスがなくて厳しかったですが、まあ、ドラの3ピンを稲岡さんが打った後とかにね、数ピンとかもやめてて、自分が明本のヤン3点とかになっても、もうそこに打って進まないようにとか気にして打っている丁寧さとかが、はい、さすがです。思いました。はい。また来季もプロアマリーグ始まりますんでね。はい、また、はい。次のチャンスで。そうですね、ここに戻ってきていただきたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、それでは3位、続きまして3位の北村プロ、お願いいたします。はい、お疲れ様でした。今日振り返っていただいていかがだったでしょうか。そうですね、やっぱり稲岡プロの配定、今、うんうんうん、あそこ何回上がり逃ししてんやと思うぐらい、うん、あー、いろいろね、一品から何回上がれたんだ、先に外したら三蔵に数足ついてるやん。そう、まあちょっと難しいけどね。あとトーン一局の一番最初も、まあ、結果、稲岡プロ、スーチーソマッチの展開、はいはい、ドラさんの展開、はい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 、あそこもどう乗せ、まあ、結果的に全部通ってたからあれなんですけども、まあ まあ、そこが全てかなっていうのも、トンパツでちょっと、まあまあ、トンバでまあ結果が全然出てなかった。やっぱりね、ちょっとリーチ受けると、例えば自分が言ったのは、あのメンタあ、まあ、作戦中取れた、イーソー打ってテンパイを壊してリアウマの単品上がったのとかお見事だったけど、面本のいいシャンテンで一発でチュームを打ってしまう、そこが弱気すぎ。もうあれ、あの手もらったんだから補充してもいいと思えないと、だってあれ上がり伸ばした方がかっこ悪くないっていう価値観でやった方が多分いいかな。すごい手でしたね、あれは。まあまあ引いたら次ドラウマ引いてもうトンのトイツ落としちゃって、そうです。ちょっとぶつける勇気が欲しかったかな。ただ、まあ、レオンはかっこよかった。まあ、最後も。最後もね、まさか一発でね、完走。一巡早い。一巡早い。一巡そうですね、もう、まあ、そこは。まあ、ね、どうしようもなかった。最後考えて、ちゃんと一番広くリーチ打てて、はい、素晴らしかったと思います。また、プロアマリーグの活躍も期待してますので、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続きまして2位になります佐々木誠プロ、お願いいたします。はい、ありがとうございました。本日振り返られましていかがだったでしょうか。そうですね、トンバがね、あの、うん、ハイパイも悪かったんで、うん、ね、お地蔵さんになってたんですけど、まあ何番になって点が入ってたん で、ね、うん、まあ、とりあえずあの裏いつも乗らないんですけど今日そうです、ね、3色にもならなくてがっかりしてたんですけど、うん、あ、裏や、うん、運んでいけるなと思ってたんですけど、まあちょっと足りなかった、ね、そうですね、あのね、チーマン短期の曲がねリーチに持っていける形にならなかったですね、うん、あれもう想像にくっつくか、うん、なんかしてくれれば、はい、いけばもう必ずリーチ打つんですけど、うん、はい、そうするとねぐっと近づけたのが、そう、ちょっと思ってたんじゃ、うん、まあまあ積もってもまあ最後は羽満条件かなと思ってたんですけど、うん、できれば満願条件にしたかったなと。そうですね、うん、はい、まあ、しょうがないです。井上さん、強かったです。そう、最後も何数ワンでずっと実況でしょんですけどね。一枚一枚、残り一枚出てたんですよね。あれ、そうですね、満願条件ならね、ペンチピンとかの選択肢があるんで、満願条件なんで、もう何しか選択肢がなくて。そうですね。はい。はい。ありがとうございました。では、お疲れ様でした。はい、また頑張ります。ありがとうございます。出来上がりもありました。頑張ってください。はい。はい、それでは、1位通過、決勝進出者ですね、稲岡美香プロ、こちらお越しください。はい、はい、おめでとうございました。ありがとうございます。どうぞ振り返っていただきまして。でもなんか、ちょっと高すぎて、何やこれってなって、ちょっと、いや、なんか、マンズ上で売ったら、なんか、ちょっと寒いかなと思って、やっぱりちょっと、まあ、3万も嫌っちゃ嫌なんですけど、
まあ、あのメンチンな曲、ね、そうですね、うん、まあトン一曲のね、あの早めの3ピンのリーチがちょっとね上がれなくて、あこれやっぱ来たやつかなと思って、来てないやんと思って上がれへんやんと思って山田プロ見事に予言されてました。ハイテレ E1 だとドリブル、あ、まあ、それはねたまたま数えたらそうなんだけど、それを見事に実現されてね、決勝ということでね、まあ、意気込みの方も言っていただければ、はいはい、まあ、なかった命拾い上げてもう一回拾ったんで、はい、決勝すごい楽しみにしてます。うん、そうですね、はい、今からね、はい、アマチュアの方、そうですね、2回終わった後にプロ決勝というのがありますので、はい、そちらも頑張って勝ちたいと思います。応援よろしくお願いします、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、ではまた4回戦目でお会いいたしましょう、はい、勝ち上がりの稲岡プロでした。ありがとうございます。拍手の方も、はい、ありがとうございます。決勝進出は見事稲岡プロが、勝ち取られました。そして次の対局ですね、次の方はアマチュアの方の、対局を、お送りします。準備の方がありますので、こちらの方をご覧になって少しお待ちください。